アスカキオエクストリームサイエンスアスカセミナール二十六それではアスカ先生よろしくお願いいたしますはいどうもですこんばんはアスカ先生、はい、今回もよろしくお願いします、はい、こちらこそはい随分と暖かくなってきました <laughs> ちょっとなんかふったり案内だ,だったけどね今日の福岡は、まあ、持ち直したかそうですね、うん、ようやく雨上がったでしょうか、うん、桜も随分とあの枝先が、はい、つぼみが膨らんできました。 いきますね。もうすぐ桜の季節ですか。すね、そうですね。はい。はい、そんな中、ええー、今日はもう二十六回目の明日風セミナールです。たくさんの質問をいただいてますので、<ー>早速始めてまいります。よろしくお願いします。はい、短いですよこの質問。<ん> <laughs> 例えば大阪から東京に瞬間移動できる技術はできているのでしょうか。はい。<laughs> <laughs> はい。 第一部超常現象編で <laughs> 一,一番最初の質問は短かったですね、まあ、瞬間移動テレポーテーションという意味なんでしょうねあ,あのね理屈的にはねあくまでも理屈的にはありえるんですよ、はい、技術的には<え>あのプラズマで覆って移動させれば、はあ、ほぼ光の速さで瞬間移動できます、はあ、実際自然現象の中でそれに近いことって偶然、うん 偶発的であろうとなかろうと起きてますからなるほどそれを絶えず常時起こす技術、ね、となると <coughs> 現行科学、まあ、サイエンスから言うとおそらくそれを目指しているのがまずアメリカでしょうねうあのプラズマを使った瞬間移動、はい、まあ高速突破は無理でも、えー、まあその技術は可能かといえば可能としか言いようがない。 いつ頃までにそれはいや実際もう飛んでますから。あ UFO ですか、ええ、いわゆるアメリカ製のいわゆる UFO で、うん、今沖縄の某基地に一機います。三角形の。<ー>某か何々間にいます。そうですか。うん、だから あのそれは飛行物体、うんまあ、超航空であろうとアンカロとねそれを地上スレスレに飛ばせばそれはある意味スーパーいやハイパー新幹線ですよね。ですよね。ですよね。だから理屈的にはもうすでに存在していると、はあ。リニアモーターカーもじゃあもう過去の乗り物にいずれなるという。 もうできた段階でも過去になってやる。<は> <laughs> だけど、はい、だけど,ううだけど大量ほらうん、うん、飛行機、はい、旅客機でもさ。